はい、今日は山川さんブームのね、山川さんのお店にお邪魔しまして、トークライブをね、やろうと思ってるんですけど、平成元年にね、ザ・ブームが、デビューしたわけであります。で、日本青年館でね、僕も見に行ったんですけど、日本青年館で暮れにね、あ、暮れじゃないな、正月かな、正月明けに、日本青年館ですね、日本青年館に、ライブを、見に行ったんですよね。そして平成元年に、見事にプロデビューを果たしまして、ちょうどその時は、レコードから CD へという、そういう時代、ちょうどそういう時代でありました。平成元年でありますね。それから、今日まで30年間っていうことなんですけれども、ソニーのね、スタジオなどで、ブームのアルバムが作られたわけです。やっぱりあれですかね、ソニーのスタジオっていうのは、やっぱりアマチュアの時のスタジオとやっぱり随分違ってましたか？違ってた。はい、そうね、まあ、そうですよね僕もソニーのスタジオがどんなスタジオか知りませんけど、それでね、何百回何千回とプレイされた曲の数々がね、そのソニーのスタジオで、録音されまして、一発目のピースタイムブームがね、発表されたわけであります。